全人代が香港国安法を制定し、北京と香港当局が三権分立を認めなかったことに続き、9月22日朝、警察は4つの記者協会に警察総令のメディア代表の定義を改定し、現行の香港記者協会およびカメラマン協会の会員をメディア代表と認める内容を削除すると通知した。 警察官に可能な限りマスコミに協力することを義務づける警察総令が全面的に変更された改定版は早ければ23日に発行するという香港記者協会独立評論家協会名報スタッフ協会 RTHK 番組制作者協会など7つのメディア連合は共同声明を発表し警察が警察総令を改定したことは 政府が記者を定義することであり香港の既存の制度を根本的に変え取材と報道の自由に重大な影響を与えると非難する共同声明を発表したメディア代表の定義の改定は不合理であり公式な免許制の実施に等しいものであり香港を徐々に全体主義の統治の道へと導くものであると示した。 また多くのネットメディアも共同声明を発表した今回の警察総令の改定で明らかに香港は国際的に不評を買い市民と国の期待に応えられなくなったと非難し今後も取材を続け制度と法律で保障された報道の自由を実践し環境に左右されず報道の自由を守るために邁進し続けると表明した香港記者協会の楊健康委員長は 香港メディアのインタビューで「警察のやり方が不合理である」と非難した過去に警察の問題を捉えた映像の一部は全て非伝統的なメディアに撮影されたことから今回の改定の目的を疑問視したまた公の場でのメディア取材を厳しく統制するために政府機関による取材許可制度を開始した「人に見られたくないものはメディアにはもっと撮られたくないのだろう」と非難した 民主党のレイモンド議員は警察が議論や協議もなくメディア代表の定義を改定したことは報道の自由を妨害することだと批判した搬送中運動での記者たちの街頭インタビューは警察の権力乱用を監視する上で重要な役割を果たしたこれらの映像は後日法廷で重要な証拠となるはずだ 今回の警察の行動は間違いなく独裁者に仕えるためのツールになるよう香港のメディアをさらに改造していると中国問題評論家の陳尊氏は述べた「悪魔が世界を統治している」の第13章「メディアを乗っ取る」が記述しているように中国共産党は独裁政治を維持するためにメディアを厳しく統制したテレビラジオ新聞雑誌 インターネットを厳格な監視下に置いた中国メディアは中国人を共産主義イデオロギーで洗脳し意見者を弾圧し大衆を脅し真実を隠蔽へあるいは歪曲した中国メディアに従事する人々は厳しく自分の報道を検閲するなぜならばたった一つの報道の間違いが大きな災難となって自らに降りかかることを知っているからだ 検閲は国営テレビだけでなく個人のブログやオンライン掲示板にも及び大勢のネット警察が監視している中国共産党家のメディアを痛烈に批判した中国の言葉がある俺は党のドアの前に座る党の犬党が噛めというなら誰でも噛むし何回言われても噛んでやるこの表現は誇張ではない 共産主義の政治運動はすべて世論から始まった。メディアが嘘を報道して人々の憎悪を煽り、暴力や殺人にまで発展させる。メディアはこの仕組みの中で恐ろしい力を発揮する。